回には神野の今日2本目のホームランが出て7対6まで追い上げています。で広島球場の広島阪神も3対2ですから、水野君は延長に2試合入ってますね。後藤サード遠いところアウト。どうでしょう、まだまだ期待は残るジャイアンツです。よく1点で抑えましたね。そうですね、ノーアウト1、2塁です。ノーアウト満塁までいきましたからね。昨日だってレフトスタンドでずっと横浜ファンが応援してくれたんです。アウト。その期待に応えて、なんといっても打ってくれたし、打ってくみんなに感謝しているということです。なるほど、2回にブラックスホームラン、6回には川端にホームランが出ました。そして7回大逆転です。中でそういう気持ちがどん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 前向きに出てくれば、そうでしょうね、チームは変わってきますよ。またはい、あのチームですから。いや、左中間に行った、前に出て清水。